白井英介より、皆様にご挨拶させていただきます。白井代表、よろしくお願いいたします。改めまして、横浜ビーコルセーズ代表取締役の白井でございます。本日は、試合後のルービーの夜のお時間をいただき、皆様にこうして、集まりいただきありがとうございました。私から、改めて、今回の件について、正式にご報告をさせていただきます。この度、私ども横浜ビーコルセーズは、田中力選手を、特別指定選手として、この度、クラブに迎え入れることになりましたことをまた改めてご報告をさせていただきます。田中力選手の、特別指定選手としての、契約、チームへの加入は、横浜ビーコルセアーズの下部組織、出身の選手として、キング海選手、ジェイコブス・アキラ選手、平岡優斗選手に続き4人目の、加入ということになります。こうしたケースは、Bリーグ、他のクラブ、Bリーグ他のクラブを見渡しても非常に、稀な例でして、これまで、BJ リーグ時代からずっと育成に力を入れて育成、ファーストを掲げて、戦ってきたクラブとして、非常に、光栄なことだというふうに思っております。クラブとしてもここから彼がタイトルを目指すための大きな推進力となって、クラブに初めての栄冠をもたらしてくれるというふうに、大きく期待をしておるところでございます。ぜひ今後の田中力選手のご活躍にご注目をいただければと思います。私からは以上でございます。白井代表ありがとうございました。続きまして、横浜ビーコルセアーズ武田健ゼネラルマネージャーよりご挨拶させていただきます。はい、武田です。皆さんこんばんは。試合後の中、皆さんたくさんの方に、お集まりいただきありがとうございます。私自身も、彼の入団の発表できること本当に嬉しく思っています。私から少し彼の、プレーの部分の説明をさせていただければと思います。皆さんが記憶にある15歳、当時の、彼の1対1の能力っていうのが、今も非常にそのままの、形で21歳の選手として本当に、成長して戻ってきてくれたと感じています。オフェンスだけではなくてディフェンスの1対1でもすで、に B リーグで通用するようなフィジカルの強さ、そして、体の当て方うまさっていうのは持ち合わせているのかなというふうに思っています。そしてドライブで切り込んでプレーをクリエイトするという力はすでにこれも B リーグの選手と同等のレベルにあるんじゃないかなと思っています。もちろんチームにまだ合流して1ヶ月弱ですので、チームディフェンスだったりチームの中で自分の能力をどうやって生かすかっていうところは日々試行錯誤しているところだとは思いますが、この1ヶ月弱の間にも本当に素晴らしい成長を見せてくれてますし、素直に、コーチ陣に聞いたり、チームメイトに聞いたりしながら本当に驚くようなスピードで成長してくれています。そしてですね、年齢も河村選手、キング海選手等と、非常に近い選手が多いですので、本当にもうすでにチームメイトの一員としてしっかり、チームの輪に入って、持ち前の明るさでチームをさらに勢いづけてくれることを、私としても非常に期待しております。まだまだ成長する部分は必要かと思いますが、今シーズン中に、彼がチームの一員として、活躍して、先ほど白井からもありました通り、タイトル獲得に向けて一つの歯車としてきっちり、活躍してくれることを、期待しております。私からは以上になります。ありがとうございました。武田 GM ありがとうございました。続きまして、横浜ビーコルセアーズアカデミー、白澤隆司ディレクターよりご挨拶させていただきます。皆さんこんばんは。本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。横浜ビーコルセアーズアカデミーディレクターの白澤です。この度、田中力選手がユースの時代から我々が夢見てきたトップチームに合流してコートの上で活躍すると
という機会を得られたことを非常に嬉しく思っております。中学生の時の彼はまだまだ荒削りですが、誰よりもバスケットボールに対する情熱や取り組みの素晴らしさを持ち合わせていて、いろんないい選手がいる中でこの子の情熱とそれから、バスケットボールに対する真摯さはずば抜けているというのが僕の一番の、評価するポイントでした。なので、ぜひ世界に、飛び出て、戦ってほしいと思っていましたし、いつかはこの横浜ビーコルセアーズでトップチームに帰ってきてそれこそタイトル争いをする一員として、帰ってきてほしいと考えておりました。でこのタイミングで、帰ってくることがこう若い選手の多い中で彼がまだまだ活躍できる、場やまた学ぶべきことがたくさんあるんじゃないかなというふうに考えております。で、本当に海外にいる間コロナ禍もあり大変なこともちょこちょこ連絡を取っている中で、苦しい時期とかうまくいかない時期も経験して、一回りも二回りも精神的に成長して帰ってきてくれていると思っております。で、まさに、我々がチャンピオンシップを取ることにおいて重要なピースだと考えております。ぜひ活躍に期待していただきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。それではお待たせいたしました、横浜ビーコルセアーズ田中力選手より、入団のご挨拶をさせていただきます。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。今日僕のために集まってくれて本当にありがとうございます。横浜ビーコルセアーズ特別指定選手として入団した田中力です。よろしくお願いします。前からの夢ってこともありますし嬉しい気持ちもいっぱいで、あとビーコルの皆さんに感謝の気持ちもいっぱいで、本当にプレーすることをすごい楽しみにしています。チームに入って雰囲気も良くて先輩たちもみんないい人で本当にビーコルで良かったなって非常に思ってます。これからは積極的にプレーしてチームにできるだけ貢献して優勝を狙えるようにしたいと思います。皆さんの応援もよろしくお願いします。はい、田中選手ありがとうございました。ここからは、メディアの皆様の質疑応答の時間とさせていただきます。ご質問のある方は、挙手の上メディア名とお名前どなたにご質問されるかをお伝えいただいてから質問をお願いいたします。滝沢さんお願いします。241滝沢です。お疲れ様です。力選手の今後のバスケットボールプレーヤーとしての夢とか目標を教えてください。はい、夢はいくつかありますけど、とりあえず今は本当にビーコルだけに集中して、もう今年優勝を狙ってるチームなんで、もうそこにもうどうやって貢献できるかのこと本当にそれしか考えてないので、もうとりあえず今年ビーコルセアーズとして優勝したいですね。はい、ありがとうございます。でもう一つお願いします。田中選手がこうアメリカとか挑戦されているこの 5,6 年でだいぶこの B リーグだったり日本のバスケットボールっていうのもかなりこう上がってきていると思うんですけども、田中選手は今のこう日本のバスケットボールをどういうふうに、海外行った時とかどういうふうに見てましたか？やっぱレベルアップいっぱいしてきましたし、ペースも速くて楽しいバスケですね。自分を見ててこっちのバスケの方が好きですし、とりあえずそのレベルアップしてるところを見て非常に嬉しかった気持ちはいっぱいですね。はい、今回のワールドカップとかは見られましたか？はい、見ました。どういうこう思いというか気持ちで見てました？いやーもう感動ですね、やっぱもう感動ですし、やっぱ個人的なことを言うと出たいなって気持ちもいっぱいありました。はい、ありがとうございます。は
ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。